ようこそお参りくださいました。今日はですね、柄杓を使わない手水の作法について少しお話をさせていただきます。さて皆さん、神社にお参りをする際、手水をなさっているでしょうか。手水というのはですね、簡単に言えば、お参りの際のお清めでございます。手水または手水とも呼びます。水を使ってですね、手と口を清めるものでございまして、これがですね、最近ではちょっと変化がございます。この動画を撮っているのがですね、令和3年の5月中旬でございます。新型コロナウイルス感染症、その流行に際しまして、感染防止の点でですね、この手水の柄杓をですね、撤去する、そうしている神社が増えてきております。で、代わりにですね、かけ流し式、お水をですね、ずっと流している状態のそういったかけ流し式の手水や、手水やというのが増えてきております。そして、それに伴ってですね、これまでは柄杓を使っていた、手水の作法というのは、いろんなところで紹介をされておりましたが、この柄杓を使わない場合の手水の作法、どうやったらいいのか、どうしたらいいんですかという質問がですね、最近増えてきております。なので今日はですね、この柄杓を使わない手水の作法について一つ二つほど例を挙げて紹介をさせていただきます。今日お話をさせていただくことはですね、三つございます。まず一つがこちらの柄杓を使った手水の作法について、二つ目に柄杓を使わない手水の作法その1、三つ目に柄杓を使わない手水の作法その2でございます。まずですね、柄杓を使った手水の作法、おさらいでございます。まず柄杓を右手に持ちます。そして柄杓に水を受けます。水を入れましたね。そしたら次に、まずは左手を洗います。水を流して洗います。で、次に左手に持ち替えて、今度は右手を清めます。そしてまた持ち替えます。右手に持ち替えて、今度は左手に受けます。水を溜めてください。そしてその水で口をすすぎます。これ飲まずに吐いてくださいね。すすいで吐いてください。そしてもう一度左手を洗って、柄杓を立てて、柄杓の柄を洗います。以上が柄杓を使った手水の作法、その代表的なものでございます。まず一つの例といたしまして、柄杓がある時の作法と同じように、まず左手を清め、次に右手を清め、そして左手で水を取って口をすぎます。ペットしますね、ペットで、もう一度左手洗って終わり。これがですね、柄杓を使わない手水の作法その1でございます。次に柄杓を使わない手水の作法その2、もう一つの例です。これはですね、神職、神主が行う手水の作法を、元にしたものでございます。これはもう簡単です。両手でまず受けて手を清めます。で、両手で水を受け、口をすすぎます。ペットします。飲みません。ペットして、そして両手をもう一度清めます。で、あとはタオルなどで拭いてください。以上でございます。どうですかね、2つ目の例の方すんごく簡単だと思います。両手洗って、両手で受けて、口をすすいで、また両手を洗うだけです。とても簡単シンプルでございます。はい、いかがだったでしょうか。柄杓を使わない、手水の作法、かけ流し式での、手水の作法について、代表的なもの、
一つ二つほど紹介をさせていただきました。まあ、これあくまでも一例でございます。まあどうしていいかわからないときはですね、まあ参考にしていただければと思います。今ですね、被着がない手水車も増えてきております。そして掛け流し式で手水を行う際、まあどうしていいかわからない、まあどのように手水をしたらいいのかわからないという場合はですね、まあぜひ今日紹介いたしました例を参考にしていただければと思います。